おッとフライデー。こんばんは。紙切りの司会でございます。始まりました。ついにこれが始まったということは、皆様一週間平日お疲れ様でした。よく頑張りました。僕も。<laughs> ということで、えー、今日はですね、あの実はあの聖地ここじゃないんですよ。 こっちなんですよ。でね、これ、わかります見えない壁があるんですよ、ここに。ってことは、誰が来るのかなということで、楽しみにしてください。うわ、おりゃっでーっいいですかドンこの方です 中野大賀さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ええ。お邪魔します。いやいや、ありがとうございます。よこちらこそ、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。僕も嬉しいです。あれ今日順平の衣装みたいな。いやそうしてはないし、いやちょっとまあ衣装持ってるからね。実際家で家にあるけど、なんかあの龍が瞬間衣装できそうだなと思ったら。 あえて来てこなかったよあえて来てこなかった来てこなかったバレてんだよねそういうのさすがに恥ずかしすぎるなと思ってあ、まあ確かにね両方お互いなんかちょっ気が合いすぎてるねさすがにねちょっと恥ずいそれは力がいすぎてるところがあるまあ手伏できましたよありがとうございます須田のラジオの時も話題出していただいてありがとうございますありがとうございます噂で噂ツイッターではカネガネいろんな方がこんな話題が出てたよっていうのをつぶやいてくれてるので僕はそれをエゴさしながら見れたんで そしてタイガも誕生日とはい選んどるあ、選んどるはいおめざいますありがとうございますありがとうございますすみませんいやいやいやありがたいタイガは金曜日やっぱ疲れる金曜日そうだね金曜日疲れるねなんかよかった今のオープニングすごいよかったうんあのちゃんとね言ってるのはねぎらうからねぎらって言ってるそれ大事だそうそうそう俺らもなんか久々に会ったしなんかねぎらいやいながらさねぎらわれることないじゃん 大人になってさ、かよく頑張ったねとかさ、頑張ってるねとかさ。言われないじゃない。そうだ、なんか当たり前のようになってきてるしね。そう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 、でも言われたいもんね。言われたいんだよ。褒められたいし。褒められたい。褒めてって言ってる。確かに。大事だね。褒めるから褒めてって言って。るそのコールアンドレスポンス大事。そう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 。じゃ、今日はそれに便乗させていただいて、お願いします。ということで、まあ、大河は、まあ、もちろん、皆さんご存知。 かもしれませんけども、あの霧島が本格的。そうですね。の前ちょっと僕のキャリアハイ。キャリアハイの。あの頃が一番良かったらしい霧島。霧島はい。長谷がキャリアハイの。キャリアハイ霧島と。はい。その前から知ってるっちゃ知ってるんだけど。あ、そうね。学校もね。学校がね。そうそうそう。そうだそうだ。学年被ってないけど。うん。 一緒だったりとかしてたからお互い話も聞いたりとかし,たしてたしなんかどっかで会ったりとか本格的には霧島かなうんそうね霧島だったねでなんだかんだ共演してないねなんか井田店でも俺大河の子だけどそうそうそう合わないんだよねみたいな親子だけど時代が違ったしね、うん、そう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 でコントが始まるでがっつりアトラスでやってそして、はい、今日わーわーのそうだ 木の丘で遠くにいる友人という作品でご一緒してるんでま、はい、まだ見てません僕もまだ見てませんなので今日一緒に見て、はい、わちゃわちゃしようという回でございます、はい、しましょうよわちゃわちゃ、はい、でちなみに皆さんはまだあの多分この動画が、うん、流れてる時にはまだ放送されていませんので内容はちょっと見れないんですよなるほどなので まあちょっとわからないところもいっぱいあるかと思います。え、俺らのなんかこうオーディオコメンタリー的なのを楽しんでもらうっていうことでいいのかな？そうですそうです。そういうこと？うん。あだからこれを見てもらって何のこっちゃって思ってもらいはいはい。わ見てもらいもう一回これを見てくれるとあここのシーンのこと言ってたんだとあなるほどね。っていうのがわかると思うんで。二度楽しめるやつ。そうそうそう二度楽しめるやつぜひこれから遠くにいる友人をタイガーと二人でわちゃわちゃしながらは 見ていくので、ぜひこんだけ仲がいいんだよっていうことを感じ取ってください。あれ緊張してます。ちょっとなんか緊張してきた。なんかいつも感じずし。なんか本当に仕事のつもりじゃなく来ちゃったの。うん。友達の家に遊びに来てるぐらいの気持ちで来たんだけど。なんか始まったら始まったで緊張して。大丈夫、こんな感じ、こんな感じ。そうだよね。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい。紙金。ということで。視聴していきます。はい。では、どうぞ。スタートで。どうぞ。 最初の池徹さんのところから毎回始まるあ、これ毎回そうなんだそう、毎回そうこれティッシュで鼻、鼻、ツコんでっていういろんなシリーズ撮ってて毎回はいはいアドリブであ、ここアドリブなのそうこの部分テーマだけ決めといて全部アドリブへーこういうところからります本人役ってどうなのどんな気持ちあのね、難しかったあの フィクションだけどノンフィクションだしまあもちろんノンフィクションだけどフィクションだしみたいなずるいのはねみんなが龍とか神木とか呼ぶけど俺は呼べないのよ他の人は違う役になっちゃって確かにね大河って呼べるわけじゃないですか大河って呼びたいんだけど吉田役なんで吉すよあ出たあっもうえこんな感じになってんだここ CG だったからねあっかったかよ 俺でこれこれこれ取った。俺ここで取った。顔ぼけてるやん。この橋で取った俺。足をどうさあ、俺の足だこれ。うん。これあの撮影ではこうやってこういう感じになりますみたいな感じ。あ、やってたやってた。分かんなかった。ここすごかったよねこの。めちゃくちゃこの時朝寒かったけどな。お、お、佐川さん佐川さん。後の舞台でベスベス役。うち見てないからわかんない。 ベス、ベス。<laughs> ベスファンの方はね、見られてると思うけど。うん、そう、ベスはあの地元の子、はい、あの子供たちの髪を切るっていう設定なんです。うん、<laughs> ベスじゃない。この酒井さんベスじゃない。この酒井さん、うん、ベスじゃない。それベスじゃない。それだけは言える。<laughs> まあでも買ってみるとやっぱ流だよね。うん。暴れ暴れてない俺だよね。そうだね。まだちゃんとしてる俺だね。うん 秋葉原で暴れてない。そう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 。ねこのこれ撮影期間中なんでしょこれ。あ,あそうそう撮影期間中で急に、うん、あの次の日殺球になりましたよっていうので、うん、まだ予定ないなどうしようかな急に殺球になっちゃって、うん、って言って、うん、そういえば吉田は元気にしてんのかなか。なるほどね。吉田ってど今どうなってんだろうっていうので。 まあ、主に吉田ことを引きずりながら多分やってるんだろうねだから吉田の地元に行ってみようっていうので多分急に訪問をした神、はい、木です元子役っていう設定なんですけどえはいそうなんです竜と昔から仕事してんねだねそう,そ,うそう。な天才子役である神木隆之介に嫉妬してたんだ <laughs> 俺演じ吉田<ろ> <laughs> クソ天才め <laughs> すげえ恨まれてんじゃん、うん、え、でもこの「キ月ーシリーズ初めて見たんだけどすごいなんか絶妙だね、うん、絶妙なんか演じてるとはいえやっぱなんか延長線上にあるねうん出、うん、出たあ出たよ取ってや,やってるやってる 俺たちやってる。やってんなよこれ。いや一番最後の撮影だったんだ。そう。やってんな。いや見たことあるね。コントのキャラでこれ。フルアドリブだもんねこれね。そう、これフルアドリブだから。やば。俺このシーンがやりたくて、あの絶対これやって。でもこの時まだ映像見てないんで。この時。あ、そっかそっか。そう。あとあとで撮ってるから。どんな動画になるか分かってないで失敗してるから。確かに。 あれ流されたら俺、どつ壺入ってるん、ね、<laughs> もっと壺入ってると思うんだよね、ちなみに人生で初めてバイク乗りましたあ、そう <laughs> これあと吉田のスクーターでうん、うん、吉田が被ってたヘルメットであ、そうだそうだこれね、あのーもちろんさん字も、ここに書いてあるね、ね二文字があるんですけどそうチェックしてほしいよね細かいところが吉田らしさを出してるの こうなってんだ歌もどうするんだろうとか思ってたんだけどそうへえ酒井さんめちゃくちゃいいねすごいね2日しかないんだよ撮影こうたっけな2日で撮ったとは思えないよねバッタバタ撮ったからね確かにうわ日が暮れうわっっつって朝早くてねうん前の日ホテルでねそう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 ちょっと飲んだね 懐かしい懐かしいね楽しかったないましたお痩せてる痩せてる<れ>今あれだもんね役作りでそうそう大変だね1 2キロやっぱさこう見るとさ、うん、俺首揺れるよね揺れるなんか俺旬だからずっとそうだね <laughs> ずっと首揺れてる首座ってないって言われる目四角いしそうだ、ね そうだね唯一目が目が四角になれるとだね目が四角になろうと上く飛ばせるかさあおーナイスーあとなんだこれこれできてねってそうなんで面白いな衣装もやっぱ素敵ですねうん伊賀さんですからね 俺の衣装持ってんでしょうん持ってる伊賀さんにもらったんでしょうんタイの衣装くださいえおいいけどここ怖かったいや怖いだろうねすごいなー c っぽく見える CG じゃないんだよこれ本当にいますから僕夏似合うね夏似合うねありがとうございますやばいね ちょっと今夏背負ってたね背負ってたね、うん、ああいいねこのカットも少年時代とか流れああいいねした頭の中で今スタンドバイミーじゃんこれ、うん、あれ目四角になってる目四角になって <laughs> でもいいよあ目四角になってるって顔してる <laughs> 忘れてたあこまた目四角になってる違いますよはい。 っつって,ていや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 い撮った撮った今トンネルのさ、うん、明るいところが須田の顔でさ黒いところが須田の髪の毛だねって言ってさ俺がトンネルとさ2人で撮ったトンネルのね、うん、こう抜けで撮った写真にさ俺がさ、うん、トンネルにさ須田、うん、の顔をはめ込めて送ってたね <laughs> いい顔するね。マジですか。うん。ああ。お。面白かった。すげえ。ええ。え、これ三十分ですか。三十分です。三十分の余韻じゃないね。うん。なんかね。一本の映画見たみたいな気持ちになるね。え、こんなんが八本あるの。そう。すごいね。八本です。これは。 大満足でしょ。いやす。忠告 <laughs> 感。<laughs> すごいね。なんかパッと話だけ聞くとちょっと寂しい話なのかなって思うんじゃん。そんなことなかったね。なんか独語感はすごいこうなんつうの希望があるというか。うん。すごいわかる。でポジティブに終わってたね。うん。いやそれはやっぱもうなんか上木さんの最後の表情が問題だった、ね。<laughs> いやいやいや。 いや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 前に進もうって表情中野さんのあのトンネル越しの背中ですよ背中で語る背中で語ってた背中で語る役者背中で物語ってた物語ってたよ本当にえでもなんかあったかくなれるというかこんな関係のやついいなって思ねなんかそれこそこれコントが始まる の撮影期間中に多分台本をもらって打診があったんですけどだからもうコントでさ関係性がさ一気にこう構築されたからなんかこの役に入んのがもうすんなりといけたよねすんなりといけた <laughs> だってコントだってさ須田びっくりしなかったなんか須田とさ大我、ね、はさ、まあ、10年以上とか10年ぐらいの中なわけじゃないうん、うんうん そこに本当スッと入ってきたよなって言われたことある。いや、それは本当びっくりした。あたかも十年過ごしてきた人間かのように。こっちも、あの、む、なんつうの。ちゃんとこの輪の中にっていう気持ちもあるし。うん、で、竜もさ、逆にき、気も使うだろうしとかみたいな、うん、そういうこと考えてたけど。何の、あれもなかったね。うん、それから、これをちゃんと、うん。 しかもね、ゼゼさん関係性に嘘つけないというかそうねタイガーじゃないと,と多分、ね、多分この吉田と神木っていうこの中の2人の関係性と雰囲気は出せなかったと思うのでう、ね、いやすごいわ面白かったぜひこの後なので楽しみにしていてください。はい、ぜひということで「神木の一声」というものがありまして。はい 噂で聞いてますよ。はい、一声。はい。やってみますか。やってみましょうよ。はい。あの、まあ、一週間頑張りましたということで。はい。お互い頑張ったねっていうことを。口に出して。なるほど。いようという。コーナーでございます。やってみましょうよ。金曜日の一声。なんかいい映画を見た後の。わかる。余韻が続いてますね。はい。なんか。落ち着いた気分で。喋っちゃうね。これそうだね。 いいサツキューやってんじゃんいいねサツキューねサツキューいいっす今度ぜひ皆さん中野タイのサツキューもよろしくお願いいたします別に予定ないんであれ予定ない作るしかないよあの自習映画で作りますなんで自習がなその時は出てくださいなんで実習なんだよ M さんから 上くん1週間お疲れ様ですお疲れ様です最新楽しみにしました仕事で失敗をしてしまい落ち込んでいますとうん、うん、頑張ってるの僕は知ってるよ見ているよと励ましてもらえると嬉しいです神く、うん、うん、上の素敵な映画を見て明日からも変わりますありがとうございます、うん、今日はタイガーもいるんで二人でそうだね一緒に思いっきり励まし合いましょう,、うん、うちょっとやり方が全然わかんないんだけどこれどういうことつまりは流れです流れで言ってるんですけど、うんうん、いやエムさん 頑張っっててるるの僕は知よ大丈夫安心して君はいっぱい頑張ってる大丈夫お疲れさまちょっといいね M さん M さんにうんちょっと何何えっと見てるからちゃんと M さん頑張ってるのは僕も知ってるよなんで笑いながら言っちゃわないんじゃ見てるようんだから 明日からも頑張ろうね最初はちょっと慣れないよねやっぱりちょっと気恥ずかしさがあるんだけどかるかるでもなんかいいかもいいでしょう、うん、やっぱ、ね、み皆さん今までもそうなんですけど、うん、なんかやっぱね思い当たるんだよ、うん、大人になってがんなんか今のなんか風潮か分かんないけど頑張る、うん、頑張って当たり前じゃないみたいなことも言われちゃったりもするだろうしうん、うん、いやみんな頑張ってんだから頑張るの当然でしょみたいな。うん いやそんなね頑張るっていうことがさなんか持続するわけないじゃんって思う失敗もするしさ集中力も切れるしさ俺だって噛むしあのセリフ言えなくなるしそうだね失敗するよねそうセリフ飛ぶしな飛ぶしもう大事なシーンとかでも飛ばすし頑張りたくても頑張れない時もあるしね泣くシーンでも泣けなかったりするしするうんこの間カッカラだったあったあったあった 結果をすごいい見られがちじゃなそうだねどうしたってそこで判断されてしまうからねそう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 んかそのプロセスを褒めてほしいよね頑張ったんだよっていういやそうなんだよでもそこは誰もやっぱさ他人はねなかなか褒めてくれないというか褒めてくれないねでも見ててほしいんだよねそうだねやっぱ言葉にしてそうやって改めて言われるとやっぱそれだけでもスッとね 作られることあります、ね。でもね、必ず見てくれてるんですよ。あ、そうだね。うん、誰誰も見てくれてないことはないんですよ。みんな誰かがどっかで見てる、ね。誰かがどっかで見てる。ところは本当に言わないからわかんないだけで、うん、あの見てるんですよ。うん、言わないけど。そうね。うん。それはだから安心してほしいですね、皆さん。確神金モコアさん、うん、今夜は俺が晩飯作るけど、何が食べたい？ 主婦が一番言ってほしい一言かもほうほうほう今夜は俺が晩飯作るけど何食べたいほう<ー>ちなみに目玉焼きかチャーハンしか作れないけど<ん>どっちがいい選択肢少ない <laughs> 選択肢全部卵料理目玉焼き <laughs> 卵しか使わないから目玉焼きか、うん、チャーハンならまだ腹持ちするけどさちょっじゃあ飯作ったやつって目玉焼きだけ出されたらちょっと <laughs> 夕飯だけどね、うん。今夜は俺が晩飯作るけど、何が食べたい。めっちゃ作れそうな人だな。<laughs> めっちゃ作れそうだな。それでも確かにこれいいかもね。うん、その男女問わずいいかも。龍、うん、がさ俺に家来てさ。うん、今夜が俺,俺が晩飯作るけど、<laughs> <ー>タイガー何食べたい？<ー>って言われたらやっぱ嬉しいもん。 誰だろう太ったっていや、ほんとだよ。本当だよ。ここら辺のお肉が溜めついてるんだろうね。生態がちょっと変わったんだろうね。肉かあ、肉かなんで両方太って、なんで両方体格変わっちゃうんだよ。ラーメンとチャーハリー。あい。じゃバーミヤ行こうぜって話なんだよ。いや、でもやっぱりは大変だよね。作る方大変だからね。確かにね。うーん。手料理食ってる食べてない、まったく。 じゃあ今夜は俺が晩飯作るけど、何食べたい豚丼ああ、ごめんなさい、作れませんあ何で作れない, <laughs> いや難しいよね難しいですねいやでも本当すごいですよ本当、料理俺作れないからさ、料理作れるなみんなはすごいと思うしでもそうか、はい、そう思うと俺らはマジで使い物にならないってことだね全く使い物なんだよ、だ,だから、うん、例えばだって知識のない人間が食材取ろうとして、うん、切ろうとすると、うん 必ず間違えるじゃゃん指切っちうでかける邪魔だよね多分ねだから俺らはやれる時に一人でコツコツそういうスキルを上げてこうそうだねとか料理以外のところでんかお礼ができたらいいよねって話料理はじゃあ任せるよと皿洗いは全部やるからとでも分かんない皿洗いの仕方も何もできねえな分かんないよ ルールがあるかもしれないから難しいらしいから俺聞いた話には確かにねなんかね二度洗いしなくちゃいけないじゃんとかってああ怖いいう話をね聞いたこともあるのよテレビで大きな声出したけど俺も何もできないわそれ以外のところでねんかそうだねできるところやれることやってねエンターテインメントねできないことは任せますゴッドフライデーコロさんえ 病院実習に行ってます。朝5時起きレポートで睡眠時間がほとんど取れていません。メンタル的にも体力的にもきついですが、上金のために頑張れています。上金からも応援メッセージもらったらもっと頑張れるのでお願いします。コロさん。きついよ。きついな。朝5時起き、うん、アンドレポート病院実習超大変じゃん。そうだね。今特に医療関係のそうだね。方。うちのねお姉ちゃんもね、うん 医療従事者の仕事をやってたりしてるから医療関係の方々は今どれだけ大変かっていうのはすごい耳にするんですよやとんでもなくいかに大変かっていうことは。大変だと思うし普段もそうだけどさうん、うん、具合悪いっていうのはとやっぱり。 頼るべきところになっちゃうからそうだね今最も頼られてる現場だもんねいやすごい必要とされてる現場だから大変だよねいやそれは精神的にも体力的にも大変だよそれでレポート書いてるんでしょうんいや本当にすごいあのいでもねや、うん、今多分やられてることに誇りを持って、うん、それで助かってる人もたくさんいるだろうし本当にねここから、ねうん、誰かのために頑張って、うん 一生懸命やってほしだかだ僕も,もともと体が弱いから、うん、病院で入院してとかやってたからそうかそうそうそうすごいお世話になってるから病院には本当にみんなすごく感謝してるし本当にまに、あ「頑張ってください」って、はい、なんか言わないですけど、うん、あのやっぱ体が資本なので、うんうん、まあ無理せずっていうか無理してねあの 無理されるとちょっとさらにきつくなっちゃうと思うんで、うん、休める、まあ、休める時がないかもしれないけどできるだけ自分の体をいたわりつつ進んでいってください難しすぎてあんまりなんかどう応えていいか分かんないけどでも本当に大変なんだろうなっていうことはすごく、ね、ニュース見てても分かるのででも大丈夫ですあの、うん、僕は本当に感謝。 しておおりますすレポート等朝5時起き、うん、本当にお疲れ様で,すれ様ですゆっくりお風呂に浸かってゆっくりゆっくりリセットね一日ずつ体て体温めてください、うん、ありがとうございます,とい,ますということで、うんまあ、一声のコーナー終わりですけど、はい、あこれだ俺だった <laughs> <laughs> 俺,だ俺の声だったいつ間違えちゃうんだよな盛り上がる時にもしたいんだけど いつも間違えちゃうんだよねこれ。<laughs> いやでも今いやすっごい面白かったな。<laughs> いつもね。<laughs> もう一回だけ。うもう一回してごめん。これいついつ使うの？いつ使うのが正しい？例えば長野泰がさんでーす。ーああはいはいはい。とかとか、うん、えー、そうなんですか？こうこらしいどうぞとか。はい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 。金曜日の一声。こういうのもあるんだ。そうそうそう。 紙巾とか、ンボンとか、はいはい。ちょっとよくわかはないこれタケルくん。なるほど。これ好きだ。本当？よかったわ。これす。いや今の話の流れるからの。ちょっとすごい良かった。良かった良かった。まあ被害者が一声のコーナー。こんななんだろう真正面からあの値切り合う。 あのー、ことってなかなかないから、うん、いいなと思いましたちょっとこうバラエティ番組バラエティ番組とも違うし、うん、なんかこう神木隆之介の YouTube らしさが出てるんだなと思ってなんかすごいほっこりしました「嬉しいっす、はいすゴッドフライデー」 この後ね、この動画が発表された後にまず、TBS のね、ドラマ妻になる作品 P じゃねーんだよ22時からオンエアでございますはい、ぜひ見てくださいあとは、もうこれですよこれねはい、の殺球わわわオリジナルドラマ全然わかんないからそれだっ妻になるが終わった後ですかね非難の妻が まあ今回の遠くにいる友人の会でしたけど、うんうん、まあそれが今回流れるので、ぜひ皆さんこの動画を見て何のこっちゃってなんか何話してるのかなって思った方々、それを見た後に見たら、はい、あこれを言ってたのかってわかるかもしれません。え<っ>よろしくお願いします。よろしくお願いします。対ガも対<ひ>ガと対ガとの共演のやつです。ぜひ見てください。さい神木 <laughs> ということで今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。 これ、あちょっとタイが閉じて俺が閉じんのうんタイが閉じてレイのやつレイのやつオッケーオッケーじゃあちょっと回り回り込めばいいこれねそうそうそうここそう閉じるよはいよバイバーイおっ <laughs> おっ,っておっグッてオッケー